こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日はセドリアナライザーというですね、ツールについてご相談いただきました。このツールをね、使ったせいかどうかはわからないけど、商品がバッティングしていると。バッティングの仕方がね、ひょっとしたらこのツールを使って、真似されてるんじゃないかということでご相談をいただきました。でこれがどういうツールだとかですね、ツールのレビューとか見ると、これを見て真似されている可能性もあります。逆に、これ見なくてもですね、バッティングした出品者で、こいつ俺好みのね、商品出品してるなって言って真似されている場合もあり得ます。でこの対策なんですけど、そもそも、転売アカデミーの教え方は、バッティングしてもね、カートが取れる商品を、扱っていくと。で通常は、バッティングしてもカートが取れるじゃないですね。カートが取れる商品を見つけて、バッティングしにくいようにしていくと。でこういう、ツールを使って商品探したり、あるいは他の出品者のね、商品を見て出してくる人というのは、通常は初心者です。なぜなら、上級者になるとですね、わざわざこの商品を見つけて、差額があるなと、これ売れそうだなっていうのを見つけてからですね、その商品を仕入れる場所を探すという2ステップの手間がかかるんで、あんまり意味ないんですね。初めから商品を見て、商品が安く売ってる商品とかね、あるいは、その見た商品がこれなら高く売れるな、その商品から入っていった方が、ワンステップで済むんで効率がいいんで、実はその上級者になってくると、ほぼツールを使ってうんぬんという部分はですね、あんまり助けにならないです。これね、私の言葉だけだと、いまいち分かりにくいかもしれないんで、他にレビューを拾ったのでもそういうのありましたけど、セドリエーターレオのブログより、あえて手にするメリットはほとんどないツールだと思いますと。このツールでできているのは、出品商品一覧、仕入れた商品、売れた商品、売上回転率、こういうのが分かるんですけどね。別にこれ初心者の方は何を扱えばいいんだか分かんないんで、なるほどなと、ね、感心しがちなんですけど、むしろ初心者の方がね、これを使ってこの情報を参考にすると、痛い目に遭う可能性も大いにあると。ね、はっきり言って痛い目に遭う可能性が高い。なぜなら売れたのは分かるけど、どこからいくらで仕入れたのかさっぱり分からないからってことですね。で逆に、その辺が見当つく経験者の人だと、そもそもこのツールなくたってですね、その辺は別に出品者の一覧を見たり商品を見れば見当がつくんで、わざわざツールを使って分析とか収集するまでもないというのがあります。で一つ言ってるのがね、刈り取りなんかだと使えるってことで言ってるけど、今刈り取りできる商品も少ないよということが言えるんで、それはそうかなという感じでですね、ツールのこの特性、初心者だとそのツールでできることをね、それはいいねと思うけど、実はね、それだけじゃなくて大切な部分がわからないことが多いというか、わからないのが普通であると。で逆にその大切な部分まで読み取れる、上級者にとってみれば、そもそもツールができますよって言ってることは、特段意味がない、ね、見りゃわかるよと、ね、あるいは他のところからいくらでも拾ってこれるということでね、このツール、やっぱり、初心者がツールを使って稼ぐのは難しい。そして、この場合バッティングしてるのは、初心者であろうと。でところが今回ね、ご質問の方は、カート取得で負けちゃってると、パワーセラーです。その場合はですね、このツールを使ってるわけじゃなくて、おそらく単純に商品の好みが似てるんで、マークされちゃってるんだなと思います。その場合の対策はですね、今単純にAmazon 輸出1本で、そしてこの方実は、自己発送なんかでも売っちゃったんでですね、ちょっとカート取得で競うと負ける傾向があると。新しいアカウントをもう1個作って、カート取得で負けないようなアカウントを作る。これが一つの方法。あとはそもそもね、商品仕入れがね、いくらでもバンバンできる商品ってのはほとんど扱ってないんで、多少時間かかるけど、売れるのを待つと。順番来るのを何もせず待つ。それとあと、いい商品が見つかるようになってきてるんで、結構ね、差額の大きな商品が見つかるようになってきてるんで、真似されてるってことありますんで、Amazon だけじゃなくて eBay と独自ショップでも合わせて販売すると。あるいは買取価格を下げるのに買取サイトを運営すると。まあ、この辺の対策をしていくといいかなと思います。何しろね、今バッティングしちゃってるものを、これをなんとかするってなんですね。かなり、アコギな手間かかる手を使って、ライバルを蹴落とすかですね。あるいは、何か、そうですね、まあそう通報とかね、そういう系でやることになるんですけど、まあ、そっちの方にね、手間と労力とを使うよりは、素直にもう一アカウント作っちゃうとか、あるいは eBay や独自ショップでも販売するっていう方に力を注いだ方が、今後の売上利益ともに安定しますんで、まあ、このバッティングしてきたということは、そろそろ、そっちの方も合わせてやれという時期なのかなという気がします。これね、シチュエーションとかね、扱っている商品によって、このアドバイスは変わりますけど、今回の質問者さんの場合はですね、結構いい商品見つけてるんで、おそらく、上級者の方がですね、まあ、ちょうどいい仕入れの参考にされちゃってるのかなと思います。逆に初心者の方が仕入れの参考にしてもね、上級者の参考にしても、同じ商品出したら負けて売れないんで、全く意味がないです。だから通常はね、このツールを使ったり、上級者の真似をすると、初心者のやつはまずそこから始めましょうという話を eBay なんかではするんですけど、Amazon で同じことをやっても、Amazon の場合は出品が簡単な分ですね、あまり効果がないです。すでに先駆者の後追いしても全然売れないと、全然儲かんないということになるんでですね、今回の場合は逆に Amazon で商品がもうかなり目利きで見つかるようになってきたんで、売る場所の幅を、eBay、独自ショップと広げてですね、売っていったらいいのかなというふうに思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。